以上、このアイハイペリオンは本日をもってトップアイドルの座を退き、組織を抜けさせてもらう。アイドル決勝戦の様子をお伝えします。現在優勝者の表彰式が行われています。新たなトップアイドルに祝福を。お待ちください、渡りガラスさんがいません。どういうことでしょうか。予想外の状況です。優勝者が行方不明となり現場は混乱しています。表彰式は中止のようです。もしもし、今なんて。そんな肩書きに興味はない。それにキャベツ頭はごめんだ。本当に渡りガラスさんがそう言ったんですか。それはとんでもないニュースですよ。悲しいニュースです。アイドル決勝戦の優勝者である渡りガラスさんがトップアイドルという栄誉を辞退しました。今その王座には誰一人いない状況です。新たな嵐がもうすぐやってくる、そんな気配がします。式のリッツェさん、今回はトップアイドルの座を狙うためにいらしたんですか。情報セキュリティの宣伝計画にご興味は。私に出てほしい。それって他の選手にとっては不公平にならないかしら。だって最初から結果が決まっちゃうじゃない。花のように美しい少女、誰も拒めない。そうよね。ちゃんと考えないといけないわね。他の参加者への言葉あるわけないじゃない。何せ優勝はゼーレのものだもの。自分がトップアイドルになったって気づいた時、あの子はどういう表情を見せるのかしら。楽しみだわ。誰も逃げることなどできはしない。彼女に他の選択肢はない。